Go。 前回の動画で羽を抜くところまで終わっていますので、今回は肉と骨に分けるところまで、ご紹介したいと思います。実際の作業を体感していただきたいので、今回もノーカットでお送りしたいと思います。今回は内臓は食べないことにしたので、頭と内臓と足を先に取ってしまおうと思います。ウコッケーは皮が硬いんですよね。なのでよく切れるカッターナイフが重宝します。内臓を抜く際は、この胸のところに縦に切れ目を入れます。肉も骨もなくて皮1枚みたいなところがありますので、そこを切ります。その次にお尻の部分、ここも皮1枚になっているところがありますので、今度は横向きに切れ目を入れます。結構思い切って歯を入れても内臓までは傷つきません。そこから手を入れると内臓全体をつかむことができますので、できるだけ大きく丸ごと、引き抜いていきます。一旦水できれいに洗います。本当は内臓がつながっている状態でやった方が良かったんですが、肛門と尻尾、ぼんじりの部分を一緒に取り除きます。ウコッケーの場合はあんまり脂が乗ってないのでぼんじりは美味しくないんですよね。それからそのぼんじりの根元のところに油を分泌する線があって、それはちょっと臭いので、一緒に取り除いてしまいます。内側にある、取れそうなものはすべてきれいに取っていきます。足は関節のところで皮を切って、ポキッと折り曲げると、上手に取れます。今回はこのオピネル、これを使って肉をばらしていきたいと思います。最近はキャンプが流行っていて、
このオピネルのナイフも人気だということなので、これを使ってみようと思います。最初ちょっと残っている羽と、それからこういう黄色い薄皮みたいなものが残るんですよね。これらをきれいに掃除していきます。最初はもも肉を外そうと思います。足と胴の間のところが薄い皮1枚になってますので、その皮を切ります。そしたら思い切ってグッと開いて、つながっている関節を見つけます。ここに関節があります。ここですね。その関節をナイフで外します。つながっている筋と少し筋肉も切ります。そうしましたらひっくり返して、背中の皮にも切れ目を入れます。そうしましたら片方の手は足を持って、もう片方の手で手羽を引っ掛けるように持って引っ張るんですが、今回はちょっとうまくいきませんでしたので、ナイフで切っちゃってますね。反対側も同様です。こっちもやっぱり引っ張ってもなかなか取れませんでした。次は胸肉ですが、胸肉は手羽と一緒に剥がします。肩の部分の皮を切ります。いわゆる手羽元ってありますよね。あの手羽元の、関節の部分を
ナイフを入れて外します。そうしましたら、まあ、人でいうところの鎖骨に当たる部分ですね、細い骨が三角形になっている部分がありますので、そこに親指を入れて胴体を掴んで、そして手羽を持って引き剥がすという感じです。このように胸肉は手羽先の方にくっついて一緒に剥がれてくれます。そしてこの残った真っ黒い部分、これがささみです。ウコッケイはささみまで真っ黒なんですよね。反対側も同様です。肩の部分にナイフを入れて、関節を外したら、ここです。ここが三角になっている骨です。ここに親指を入れて持って、もう片方の手で手羽先を引っ張ります。鶏ならばそのまま剥がれるんですが、ウコッケイは皮が硬いのでなかなか剥がれてくれません。うまくいくとこのようにきれいに剥がれます。次にささみを外していきます。これも柔らかい若鶏の場合は、ペロッときれいに剥がれるんですが、やっぱりウコッケイは筋がきついのかなかなかうまく剥がれないので、ナイフで削ぐように取っていきます。今回はオピネルのナイフを使ってますが、このぐらいの大きさがちょうどいいですね。ちなみにですが、このオピネルはナンバー8、8番のナイフです。オピネルは番号によって、大きさが違います。それからスチールのナイフとステンレスのナイフ、2種類あって、私は研ぎやすいのでスチールの方を使っていますが、錆びるのが好きじゃないっていう方は、ステンレスもありますので、そちらでもいいかなと思います。オピネルのナイフは先端が丸くなって、それからとんがってますので、こういう、削ぐような仕事がしやすいですね。これでささみが2本取れました。鶏ガラも美味しいスープが取れます。ちなみにスープは黒い色はつきません。これで骨と肉に分けることができました。ささみですね。これが胸肉のついた手羽先です。そしてもも肉です。
ももの肉も骨を外そうと思います。これもですね、鶏の若鶏だったら簡単に取れるんですが、ウコッケイの場合はやっぱり筋が強いのと、それから骨も肉もくどいので境目が分かりづらいんですよね。地道に、境目を探りながら、ナイフを入れて剥がしていくという感じです。これはコツも何もないですね。まあただ一生懸命やるというだけです。基本的に骨を取るときはまず関節を探してですね、その関節の間にナイフを入れて、切るのは筋とか軟骨とか、そういうところですね。関節を外すことができたら、今度は骨と肉の間にナイフを入れて外していきます。ウコッケイっていう名前の通りですね、骨が多分一番黒いですね。カラスの骨の鳥と書きますから、カラスのような真っ黒い骨をしています。正確に言いますと、黒いのは骨の表面ですね。骨の内部は白いということですね。このウコッケイの肉ですが、脂が少ないですね。それから水分も少ない感じがします。どちらかというとゼラチン質というかコラーゲンっていう感じですかね。火を通してもあまり水気がこう外に出てくっていう感じがなくて、すごくしっとりと焼けます。本当に美味しい肉ですね。ようやく片方骨が取れました。もう片方も同じようにやります。今関節を探しているところですね。
さばき方が上手じゃなくて申し訳ないんですが、でもウコッケの肉はこうやって結構あちこち切れ目を入れたり、ナイフでこそぎ取るようなことをしてもですね、あんまりこのボロボロ崩れていくって感じがないんですよね。やっぱりゼラチン質が多い分だけ肉同士がこうつながってるっていうことなんだと思います。それからこの油分が少ないおかげで骨を持って引っ張ったりとかこういうことをしていてもあまり手がつるっと滑るってことがないんですよね。その点はやりやすいと思います。今やってるこの下半分ですね、足の下半分、ここはやっぱりすごく筋っぽくて、肉を剥がすのがちょっと大変ですね。手間はすごくかかります。ようやく骨が取れました。ちょっと手間かかりましたね。これはまあ、匂いを嗅いでみましたけれども、ほとんど臭みはないですね。うちではウコッケは土の上にもみ殻を敷いて飼っています。そのおかげで匂いがないんだと思います。それからこのもも肉の筋が結構強いので、これを一つ一つ抜いていこうと思います。これも手間がかかりますけども、食べた時に食感がだいぶ変わるので、手間をかけても抜いた方が美味しく食べられます。
ようやくもも肉がきれいに取れました。胸肉はこの手羽とつながっているところを切るだけです。これで1枚胸肉が取れました。もう1枚も同様です。この手羽先の部分に羽が結構残ってるので、きれいにしています。こういう黄色い薄皮も一緒に取ります。この黄色い薄皮ですけども、これは羽をむしる際のお湯の温度で、剥がれたんだと思います。これで料理がしやすいような形になりました。胸肉なんかはちょっと肌色の部分もありますけども、ほとんどこういう風に真っ黒って感じですよね。見た目は悪いですけども、本当に味は抜群です。ちょっと今回の動画は長かったですけども、参考になりましたでしょうか。3回の動画で、ウコッケーを締めるところから肉になるまでご紹介しました。